はい、こんにちは、佐々木です。今回はですね、冬に備えてこの足回りをですね、純正サスに、交換していきたいと思います。タイヤはですね、スタッドレスタイヤに交換済みです。横浜のアイスガード IG60 ですね。175-6515、純正より若干ダウンサイズですけども、雪の上ではね、細い方が面圧がかかるんで、細い方が、よくグリップします。はい、で今回用意した、純正サスがこれですね。今車高調ついてるので、車高調から純正サスに戻すと、ここのね、長さが、ショックの長さが長くなるので、このスタビリンクもね、ちゃんと純正の長さのものに、戻したいと思います。この車は 12SR なんですけども、実際に装着するサスは 12SR 純正じゃなくて、少し下の 12C っていう、まあ、少し廉価グレードのやつのショックをつけるようにしています。バネが柔らかい方が雪の上では荷重が乗りやすいので、冬場はこういう感じで柔らかいサスを使うようにしてますね。じゃあ早速取り付けていきましょうかね。ルアはちゃんとかけ終わりました。コッパー側はこのトランク側からサービスホールがあるので、ここからアクセスする感じですね。でアッパー側のそのナットを外すのは 16mm ですね。ちょっと中途半端なサイズですね、ここね。はい、でショックは全部取れましたので、次バネ、これを取っていきます。でジャッキをゆっくり下げていけば取れますので、そうやって取っていきます。はい、バネも外れました。あとはこの純正ショックを車に戻していくんですが、このブッシュ類を純正ショック側に移植して、バネのゴムシート、これも純正のバネの方に移植して、車体の方に戻していきたいと思います。純正のバネは車高調のバネよりもやっぱり長いので、なかなかねここにはめづらいと思うんですが、まあ、ジャッキはかけてない状態ですね。フリーの状態にしておいて、グッと押し下げながらギュッと押し込むと。でこの時注意しなきゃいけないのは、必ずこのバネの段の部分、ここをちゃんと溝に合わせて取り付けると。これをしないと、後でねこれがガタつきの原因になったりしますので、しっかり装着しましょう。はい、でこれからショックをつけるんですが、この下の部分を一旦こちらの方に仮付けして、ジャッキで持ち上げながらアッパー側を上の方に固定するという感じでやっていきたいと思います。でこのマーチ系のやつ、このアッパーですね、このゴムブッシュになってて、真ん中のカラーとこのゴムのこの縁の部分、この部分がですね、ちゃんとまっすぐ入んないと、この縁の部分が潰れてしまう可能性がありますね。まあ、これもね、若干ちょっと痛み始めてるんですけども、できればこういうものを発見したら、このブッシュ、新品に交換した方がいいと思います。じゃないと、タイヤハウス側から泥水が
ここから雨漏りの原因になってしまうので、このブッシュもしへたっていた場合は新品に交換してください。純正ショックの場合は上のこの共回り防止のところ、スパナがかけられるような感じになっているので、これは6番のスパナですけども、こういうちょっと細めのスパナをこういう感じに挟み込んで、この下側のロックナットを固定するという感じでやっていきたいと思います。これはゴムブッシュがついてますんで、できれば1G 締めやりたいと思いますんで、ほんの少し緩めておきます。下側も一緒ですね。完全には締め切らない状態で、後で着地させてから1G 締めやっていきたいと思います。反対側も作業は一緒なんで、こっち側はスキップ。一応一通り仮組み終わってタイヤまでつけました。でこれから1G締めやっていくんですが、ジャッキ1個だけでしちゃうとかなり危険ですので、このようなですねブロック、これを使います。このブロックの上に着地させて、そうすればクリアランスが保てるので作業がとてもしやすくなります。反対側はねつけてませんけども、このように片側ずつでも作業をすることはできます。もうこれだったらね、もう絶対車が落ちてくるってことはありませんので、なので安全に作業することができます。次フロント側やっていきたいと思います。はい、タイヤ外して馬もかけました。 1,2 あと3個目がここのねカウルトップの下側に、この残りの1個のナットが隠れてます。ここにねサービスホール一応あるんですけど、正直この穴だけではもうどうすることもできないので、ワイパーを外してカウルトップを取り外ししていきます。じゃあとりあえずカーバー外していきます。ちょうどここのナットですね、これがですねヘッドライトが邪魔して工具がちょっと入りません。なのでヘッドライトのこの上の固定しているボルトを外して、ヘッドライトを少しだけ上に移動して、でそれからこっちのターバーを固定しているナットを外していきたいと思います。少し浮かしたらクリアランス確保できましたんで、これからこれを外していきます。こんな感じにですね、このワイパーの固定するステーが邪魔してまして、この奥の方、ここにですねちょっとアクセスしにくいです。でもこれ外した方が絶対作業性はいいです。なので外していきます。ワイパーモーターも外れてすっきりしましたね。でようやく、アッパーのボルトに到達することができます。でそしたら、ショック外していきたいと思います。まだ上のボルト、3箇所中1箇所だけ残してあります。
でこの状態でこっちのね下側のこっちのボルトを外していきます。ショックを外すにあたってまずはこのスタビリンク反対側とこっち側左右両方ともまずフリーにしておきます。でそうしないと次取り付けようとした時に反対側のスタビリンクがついたままだとこのショックがですねこのスタビリンクとうまくつなぐことができなくなります。でなのでこのスタビリンクまずはフリーにしておきます。でそしたらこの辺の ABS センサーとかブレーキホースこの辺を外していきます。あとはもうここのボルト1本抜いて、アッパー側のね残りのこの1個外せば取れるんですが、このまま外しちゃうともうショック落下しちゃうのとこのドラシャがねブーツの中であの逆関節みたくなっちゃうんでこんな感じにジャッキをかけて、少し支えてやる。こうすることによってこのドラシャが抜けてくることは防ぐことができます。はい、で外した車庫帳なんですが、普通車庫帳のアッパーっていうのはこういう感じでこのようにボルトが出ていてそこに上からこうナットで、締めていけばいいんですが純正ショックは上からボルトで固定しなきゃいけないわけですね。でそうなってくるといわゆる車外の車庫帳をつけるときとは、ちょっとね取り付ける際にコツが必要です。本来車庫帳とかであればこういう感じでボルトが飛び出ているので上側のねこの穴にズポンと刺せばあと上からナットで締めればいいだけなんですがこの純正ショックだと上からボルトでこう刺さなきゃいけないタイプなので本来の手法とはちょっと逆のやり方をしてこの下側ナックル側にこのショックをまずこちら側に固定してあとはこのジャッキを使ってですね高さを調整してこの上からボルトで刺すというやり方でやっていきたいと思います。なんとかうまくいきましたね。はい、で今回この純正ショックに変えるので、車庫帳用に使ってたデミオ用の長さのスタビリンクだとちょっと長すぎ、ですので純正の、ノーマルのですね長さのスタビリンクに交換それも同時にやっていきたいと思います。と残りは全部、もう戻していくだけですんで、逆手順はスキップ。フロント側の一字締め、これはですね、タイヤをつけた状態ではちょっと無理なのでちょうどこの馬がねこう揺らした時にほんの少しガタつくぐらい、このくらいまでジャッキで上げて、ここのナックル側のボルトそして、このアッパー側のねこのボルト類も、全部本締めしていきたいと思います。カットしましたが上のこのアッパー側のねボルトも本締め、し終わりました。まあ、タワーバーつけちゃいましたけど、ワイパーとか、この辺も全部戻していきたいと思います。
はい、ということで純正ショックに戻し終わりました、車高はフロント側は少し上がった感じですかね。一応灯調整も、完了しています。ショック交換したり、車高を変えたりした時はこの灯調整もセットで、やらないと、せっかくのスタッドレスがね、片べりしちゃいますからね。必ず灯調整もセットでやってください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。